さあ今度はお腹の部分エクササイズ、上体を後ろに少しずつ倒して。コマーシャルの間もちゃんとエクササイズしていましたか？もちろんですよね。スタート。頭を持ってアップダウン。ウエストを引き締めましょう。背中をぴったりマットにつけるのを忘れないで。これが引き締めるポイントですよ。もっと頭を上に上げて。お腹をすっきりさせましょう。慌てないでゆっくりと。このエクササイズは背中にもいいんですよ。アメリカ人の 80% が背中に痛みを感じているんです。だからまずお腹の筋肉を鍛えましょう。上げるときに息を吐きます。できましたか？呼吸をうまくするのはエアロビクスのポイントです。いいですか？おへそをマットに押し込むように。 OK、 次は片足を上げて。お腹が引き締まる感じが分かりますか？特にお腹の下の筋肉に効果的です。お腹の筋肉を使って。慌てないでゆっくりでいいんです。首で持ち上げてはいけません。お腹を使ってください。首をリラックスさせてお腹を引き締めて、足を動かして膝を頭につけるように。その調子を崩さないで。OK、 足を変えてリラックス。軽くお腹を叩いて。さあ用意はいいですか？疲れたらリラックスしてできるところから始めて。 OK、 上に上げた時に息を吐くんですよ。お尻はぴったりマットにつけていますか？2ヶ月間私と一緒に続ければ見違えるようになりますよ。今度は足を曲げて伸ばします。これはお腹の下の部分によく効きます。たるんだお腹とはさよならしちゃいましょうね。ウエストのエクササイズ。 OK、 リラックス。両足を上に揃えて。今度はちょっときついですよ。無理をしないでできる範囲でやりましょう。アップダウン、アップダウン。よく見て、下半身がきちんとマットから上がっていますか？膝を少し曲げて。そう、その調子。お腹の筋肉全部を使って。そう、上体を起こしたまま頑張って。お腹の筋肉をほぐしてあげましょう。さあ起き上がって両足を開きましょう。今度はウエストのエクササイズ。手は頭の後ろに。上体を左右に倒して起こします。ダウン、アップ。ウエストをほっそりと。お腹に力を入れて引っ込めておきましょう。
お腹をしっかり引き締めて、ウエストラインのエクササイズ。ウエスト部分をこれですっきり細くしましょうね。今度は上体をひねりながら片手を交互に前へ。私のお腹はこのエクササイズで固く引き締まっているんですよ。それが私のトレードマークなんです。毎日欠かさずこのエクササイズをしています。みんな私のお腹に触るとなんて硬いのって驚くんですよ。いいですか？毎日欠かさずに続けてください。お腹のエクササイズは 2,3 分でいいんですよ。いい気持ちでしょ？今度は左右に手を伸ばしてお腹を引き込めて、お腹をしっかり引っ込めて、背筋は伸ばして、お腹をすっきりさせましょうね。肘を上げて、リラックスして息を吸って吐いて、もう一度緊張した部分をほぐしてあげましょう。今度はストレッチです。先ほども言いましたが、調和の取れたエクササイズにはストレッチが欠かせません。これまで使ったお腹の筋肉を伸ばしてあげましょう。毎回いろいろな部分エクササイズをしているんですよ。OK、腕を変えましょう。腕の筋肉をよくほぐして、手で背中を叩いてください。今日は本当によく頑張りましたね。自分でも体が締まっていく感じがわかるでしょ。さあ、そこで座っているあなたも私と一緒にエクササイズをしましょうね。ほんの30分ですからね。言い訳はダメですよ。30分以上の価値があるんですから。自分の体のためにたった30分ですよ。きっといい気持ちになります。体だけじゃなく気分的にも効果があるんですよ。ストレスを解きほぐしてくれますからね。エクササイズは自然な鎮静剤でもあるんです。薬を飲まなくても気持ちよくしてくれます。 OK、 そのまま手を左に動かしてつま先を持ちます。ストレッチ。反対側の足に上体を動かして、もしつま先に手が届かなくても構いません。そのうちに届くようになりますからね。私がエアロビクスを教え始めてからもう10年になりますけれど、最初から上手にできたわけではありません。リラックス。今度は足のストレッチ。今日はエアロビクスの時、ももの前を使いましたからね。片足のつま先を持ってお尻に近づけましょう。ももの前をストレッチ。伸びているのが分かりますか？はい、足を変えて、かかとをお尻につけるんですよ。さあ、起き上がって両足を前に持っていきましょう。息を吸って、はい、
吐いて、両手でつま先を持って、無理をしないで自分でできるだけ頑張って、背中が痛くなったらリラックスさせてください。さあ上体を起こしてにっこり笑って。And give me a big hand. You did great today. I'm proud of you. Stay with me. I got more. お腹を鍛えると腰の強化にもなるという話を何度もしましたね。腰に悩みを持っている人にはぜひ試してもらいたいですね。腰を鍛えようと重いものを持ったりしては危険です。まずは腹筋から鍛えましょう。をしていれば理想的な体重を保つことができます。エクササイズは代謝のスピードを活発にさせますから、4時間後でも代謝を維持することができるんです。だから健康的に減量できるわけですね。